カルロス・ガルシアはフィリピンの第8代大統領。フルネームはカルロス・ポレスティコ・ガルシア。1896年11月4日、カルロス・ガルシアはボホール州タリボンで生まれた。1923年にフィリピン道スクールで法学士を取得し、ボホールプロビンススクールの教師になった。1925年から1931年まで、 ボホール州第3区から選出された下院議員1933年から1941年までボホール州知事を務めた1941年には上院議員に選出されたが日本のフィリピン侵攻により就任は1945年まで遅れた上院の公開しているプロフィールによれば第二次世界大戦当時はボホール州で 抵抗運動の指導者をしていたという。上院議員として3回当選した後、任期を2年残した1953年に、ナショナリスタ等の公認候補として、副大統領に当選し、1953年から1957年まで、ラモンマグサイサイ大統領の下で副大統領と外務大臣を兼任した。1954年1月から日本とフィリピンの戦時、 賠償請求について、王の勝美講師と本格的な予備交渉を行った。4月に賠償金額4億ドル、支払い期間10年、延長可能期間10年で、王のガルシア覚書をまとめ調印を試みたものの、上印の反対にあい、最終的に正式な賠償協定が調印されたのは1956年5月9日になってのことだった。 1957年3月17日、前任の大統領ラモンマグサイサイが自己死し、翌日3月18日に副大統領だったガルシアが大統領に就任した。同年11月12日の選挙でガルシアは、得票数207万2257票、得票率41.3%を獲得して大統領に当選した。 非共産主義のアジア諸国の関係強化に努め、次の節で述べるように、東南アジア連合の設立に関わった。東南アジア連合の設立ガルシアは1958年12月に対外政策の方針を発表し、その中で共産主義に対抗するために自由主義のアジア諸国を一つに団結させるという目標を公表した。1959年1月に、 フィリピンを公式訪問したマラヤ連邦のトゥンク、アブドゥルラーマン首相もまた相違点はあるものの地域、協力構想を抱いており、経済文化協力の必要性という点で見解が一致した両首相は会談後の共同声明で他の東南アジア諸国に働きかけ、両国の外務省も実現に向けて動き出した。タイのタナットコーマン外相も地域協力構想に関心を示し、 1959年7月にはタイの作成した地域協力構想案を東南アジア諸国に回付した。1960年7月、ラーマン首相がマラやフィリピン、タイの3カ国を原価名国とした地域協力機構設立の意思があることを公表し、原価名国3国は中立非同盟諸国が加盟することを強く希望した。 1961年7月31日、8月1日に、バンコクで、ラーマン首相、タナット外相、フィリピンのセラノ外務長官の3者が会談し、初日の会談後に、東南アジア連合設立宣言を発表した。ASA は、東南アジアでは、初の地域協力機構であり、1968年に、東南アジア諸国連合に機能を継承する形で、解散した。 1961年11月、選挙で副大統領のディオスダ・ドマカッパガルに敗北し、大統領を退任した。1971年に憲法制定会議議長に就任したが、同年6月14日にケソンで死去した。遺体は多義区にある英雄墓地に埋葬された。ありがとうございます。